もつまろです。看護師のまろです。前回こちらの動画でこれまでの YouTube 収益すべてっていうのをお見せしました。まあでもね、副業で YouTube っていつ撮影していつ編集してるんだろうって気になる方も多いと思うんですよ。そこで今日の動画では、働きながらルーティン動画を作る1日の様子や、いつもはね見え張っちゃってカットしてるいろんな失敗とか、普段見せない裏側や素の部分っていうのをねお届けしようと思います。ゆるい動画ですが、ぜひ最後まで見てください。それではどうぞ。おはようございます。ただいま起きました。これから朝の起床シーンを撮っていこうと思います。眠い、めちゃ眠い。今7時5分でございます。7時6分にアラームをセットしました。やべ、6分なっちゃった。今7時6分なので、1分後の7時7分にアラームをセットしました。はい、ということで起きました。今日はこんな感じで一日の様子を撮っていこうと思います。もうね、めっちゃ今おしっこ我慢してるんで、まずトイレにちょっと急ぎつつ準備をしていきます。昨日の洗い物が、画角を変えましょうかね。どの画角がいいんだろう。倒れちゃうんだよね。こうやってね、飽きないようにいろいろ画角を撮るっていうのが大事なところでございます。撮影はさ、どうやって撮るかっていうのがすごい気にしちゃうところでさ、角度変えなきゃとか、近くで撮んなきゃとか、いろいろなパターンをやらないとさ、単調な動画になっちゃうから、そこが結構悩むところですね、いつも。それをこうやって動きながらいつも考えてます。カービィ T シャツ可愛いよね。そんなことはいいんだ。あんま綺麗じゃなくね、やっぱここ棚に隠すタイプ。目玉焼きを作ります。おかずがないから贅沢に2個焼いちゃおうかしら。あ、こんな日があってもいい。あれ、殻入った今、わかんないけど、仕事終わって帰ってきて洗い物がいっぱいあると撮影する気にもならなくなっちゃうんで、なるべく余計な仕事は減らしておくっていうのが動画続ける上での特策ですね。この間に着替えます。移動移動。いつも部屋が綺麗に見えてますが、いつも部屋は綺麗に見えておりますが、いつも部屋が綺麗だねって言われるんですけど、そんなこともなくて、撮影するときに物を片付けてるだけなんで、割とこんな感じで、もうテーブルの上とかはちょっと物がね、いつも散らかってます。ちなみにこの撮影しながらなんかしてるとね、いつもやってることもよく分かんなくなっちゃって、なんか混乱するんだよね。いつもと違う変な動きをしちゃう。っていうか、目玉焼き。目玉焼き、待って、焦げてんじゃい？危ねえ。これからご飯を食べますが、今が7時27分ですね。10分で食べます。ちょっとだけ焦げてた。撮影機材がお出迎えでございます。これは今口内炎がちょっとひどくて、昨日の夜に作ったおじやですねチンするだけなんで楽でした。いただきます。ケチャップ、急げ。いただきます。一日の様子って言ってもさ、 YouTuber らしい何かがあるわけじゃないんだけど、働きながら YouTuber ということで、時刻は7時36分。これから歯磨きをしたりして、準備。画角変更。ただいま7時41分。案外時間が過ぎちゃいました。ちょっと急げ。
したら出発しますよ。ちょっと急げ。転んだ。行ってきます。やばい、靴下脱げた。靴下脱げた。家を出るところを撮るっていうのはね、出てもう一回入る気がするですね。数分遅れちゃったんで走ります。こんな感じで朝はちょっと急ぎながらも撮影をしております。ただいま19時過ぎでございます。帰宅をしました。それではこれから帰宅のシーンを撮ります。はい、それではですね、今帰宅のシーンを撮り終わったので、お風呂入って料理、食事みたいな感じでやっていこうと思います。はい、お風呂から上がりました。仕事中のマスクでね、肌荒れが結構起きやすいので、風呂上がりは顔パックをするようにしてます。僕朝起きた時忘れてたんですけど、外にね、洗濯物干しっぱだったんですよ。なんで撮影の前に、まあ顔パックやってる間に、洗濯物を畳みます。こんな感じでちょっとした時間を利用しながら家事をね終わらせています。いつもやる気が出ない時とかはもちろんね全部はできないけど、この後夜ご飯作りますので、この洗い物たちをねまず避けます。カメラをいつもここに置いてるんですよ。だからここが片付かないとね撮影がいつもできないわけですよね。ということで片付けます。大方片付け終わりました。寝ちゃいそうなんでそろそろご飯を作ります。ただいま8時ぐらいですね。これから、あ、消えちゃった。これからご飯を作っていきます。いつもねこんな配置で撮影をしております。今日のメニューはまあこっから想像できと、でき、あ、もう噛んじゃった。まあいいや、作るか。はい、よく物を落とすんですわ最近。ああ入れすぎた。油炒めますよと。ご飯を作ってる間は次にねどこにカメラを置こうって考えながら作ってるんですけど、もう疲れてあんまり頭回ってないんで気づいたら料理作り終わっちゃってることが多いです。できるまでもうちょっと時間がかかるので、待ってる間にちょっとでも編集をしようと思います。今夜はカレーライスですよ。ルーが圧倒的に多い。それではいただきます。食べちゃいますよ。口内が痛くてね絶対しみるよねこれ。しみるけどうまい。はい、という感じでね、いつも目の前にカメラだって、いつも目の前にカメラを置いて、この無音の部屋で独り言のようにブツブツと言っております。BGM なんかね勝手に流れないし、誰かが喋ってくるわけでもないんだけど、まあこんな感じで撮影をしていつも動画になっていってるっていう感じですね。でね、だらだら喋ってる時もあるんだけど、なんかおもんなって思ったらカットしちゃってるいつも。ちなみに時刻はただいま9時頃ですね。
なんやかんや8時とか9時になって食べ始めてまた編集をするみたいな、そんな繰り返しですわ。まあでもね、楽しいんだな、そういう日常が。なんか動画撮ってて面白いなって思うのがさ、自分の目では見れない角度から自分を映したり物を撮ったりするのがなんか結構ね、自分としては興味が湧くんだよね。毎回撮るたびに新しい角度から撮ってみようとか、あ、インカメにしたらこんな風に変わるんだとか新しい発見があったりするのが僕は結構楽しいなと思ってやってます。まあ何もできない日もいっぱいあるけどね、全然完璧じゃないけど僕はそんな風に感じてます。ごちそうさまでした。美味しかったです。よいしょ。ただいま10時前でございます。明日は夜勤なんでね、この後動画編集頑張りたいと思います。めっちゃ地味ですね猫背の荒さ男が映ってるだけじゃんこの動画。こうやって動画作ってる時さ、面白くなるかなってめっちゃ不安なんだよね面白くすんのがねお前だろって感じなんだけど、まあ不安は尽きないですわな、やっぱりいつも。どうも看護師のまるです。違うな。どうも看護師のまるです。最後まで見てくれてありがとうございます。今日の動画もしよかったと思ってもらえたらチャンネル登録高評価、違うなんか違う、今日の動画もしよかったと思ってもらえたらということで、次の動画でまたお会いしましょう。おつまるおつまる。どうも僕です。最後まで見てくれてありがとうございます。ということで今回は YouTube 撮影の裏側の様子を中心に動画を作ってみました。動画の中ではね綺麗に映ってても、まあ、実際はこんなもんですということで今日の動画良かったと思ってもらえたらチャンネル登録高評価コメントぜひお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。おつまろ。はい、ということでね、サムネイル写真の撮影が終わりました一つの動画のサムネを撮るのに早くて30分、長くて 1,2 時間ぐらいかかっちゃうことあるんですよ。前回の動画は全部でね2時間以上かかったんですよね。今回は1時間以内で終わったかなという感じです。サムネイルって商品のパッケージみたいな役割を持つんですよ。だからどうしたらみんなに興味持って見てもらえるかなっていつも考えながら工夫して撮るようにしてます。何気ない1枚の写真に見えると思うんだけど、毎回みんなに見てほしくてね、いろいろ写真を撮ってるんだなって、そこも楽しむポイントにしてもらえたら嬉しいです。今日はね結構長めの動画だったんだけど、ここまで見てくれたあなたはマロ検定1級ですということで最後までありがとうございました。おやすみなさーい。